皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。今日は小学校4年生の算数、2桁割る1桁の割り算の筆算、これについて説明します。まず筆算のやり方を、説明する前に、一つ言葉を覚えてください。それは割り算の答え、このことを、小というふうに呼びます。例えば12÷4、ね、これ答えは4312ですから3ですよね。ですから 12÷4 の割り算のこの答えの3、ここを小って言うんですね。では17÷3、これは3515で、あまりに、こうなりますよね。じゃあここの場合はどこを小というかというと、この部分5ですね。ここの部分を小、こちらはやはりあまりというふうに言います。17÷3 では小とあまりなのですね。小は5で、あまりが2という、こんなふうに、言い方ありますので覚えておいてください。では2桁割る1桁の割り算の筆算、こちらに入っていきたいと思います。例72÷3、この割り算を筆算、縦の式ですよね。もう掛け算やってるんで、掛け算、足し算、引き算やってるんでね、大丈夫ですね。じゃあこれを筆算で計算してみましょう。筆算の書き方ですね。72÷3の筆算、こんなふうに出ます。まず72÷3、こういうふうになります。もう一回言うと72÷3とこうなります。そして割り算の筆算は大きいもの、位から計算します。この場合は72の10の位の7、こちらから計算していきます。ですからまず2の方を隠して7÷3の答えを探しましょう。最一が3、サニが6、サザンが9、ね、サザンが9だともう7を通り越しているので、その一つ手前のね、サニが6、7の中に3は2個ありそうですね。そしたらここに7の上に、今ここの割り算してるんで7の上に2と書きます。そしたら今度はサニが6という掛け算をして、ここの7の下に6と書いたら横棒を引いて7-6の計算をします。そうすると1ですよね。引き算をして、この引き算の答えがこの割る数より小さいことを確かめておいてください。これが大きかったらね、ここの数は正しくないんですね。そして引き算をしたら1の位の2を下ろします。で次は12になった、この12÷3の計算をします。差1が3、差2が6、差残が9、3、4、12ですね。この12の2の上、ここですね、2の上に4を書いて3412というふうにここに書いて、これを引き算すると0になりますね。そうすると72÷3の小、これは24ということになりましたね。まず大きい方の位から計算する。で大きい方の位の小を立てる、予想しますね。立てたら今度はかける、3÷6と掛け算します。そして掛け算が終わったら引き算をします。引き算をしたら一つ下の位から数を下ろします。そして小を立てると、小を立てたら3412で掛け算、そして引き算ですね。小を立てる、掛ける、引く、下ろすとね、立てる、かける、引く、もしここから下になったら下ろすってことですね。
立てるかける引く下ろす、立てるかける引く下ろす、こういう順番に計算をしていくね、これを覚えてください。では実際にここにある6つの問題、一緒に解いていきましょう。94÷2 と、まず上の位、1の位を隠して9÷2で、勝負を考えます。そうすると2×4÷8÷2÷15だと超えちゃうんで、2×4÷8÷4をここに勝負を立てます。立てたら2×4÷8かけます。かけたら引きます。下引いた答えがこの割る数の2よりちっちゃいったら OK と。したら引いたら下ろします。そしたら14÷2で勝負を立てます。2714ですね、立てたらかけます。2714、そしたら引きます、ね、94÷2の答えは47ということですね。÷285÷5と、1の位隠して8÷5、1が立ちます。立てたら5175、して引きます。下ろします。35÷5、5735、ね、で引き算、こういうことになりますね。丸3、91÷4、まず10の位、9÷4で小を立てます。4が8、かけたら引きます。ここの引き算した答えが割る数よりちっちゃいと OK ですね。そしたら下ろします。11÷4、4が8、4×3÷12だと超えるので4が8と、こうなります。そして引き算します。はい、ここで終わります。さあこの場合の答え、これ下ろすのがないんでここで終わっちゃうんですね。これは91÷4の小は22で、ここに出てくる3は余りです。つまり答えは22÷3と、こういうふうになりますね。それはこんなふうに書くので、これも覚えてくださいね。次、89÷4、ね、勝負立てます。8÷4、4が8です。で引きます。8-8は0ですけど、ここにあの0書きなさいっていう先生と、書かなくてもいいよっていう先生がいると思うんですけど、それはあの学校の先生に言わせてください。私の場合はもうここは書きません。そして8-8は0、書かないで1の位の9を下ろします。で9÷4、4が8と、で引き算して1と、答えは22÷1ということです。次、97÷8、はい、10の位の9÷8、1ですね。8-1が8、引きます。1で下ろします。17、17÷8、8-1が8、8-2÷16、8×3÷24、3だと超えてしまうので8×2÷16と引きます。1と、答えは、ね、97÷8の答えは12÷1です。はい、最後の6番ですね。98÷7、はい、9÷7を考えます。1ですね。7-1が7、引きます。2ですね、下ろします。8、28÷7、7×4÷28で引きます。ここの0は書きますね。最後の0はね、あまりがないということなので、こう書きますね。皆さんね、この割り算の必殺ね、小を立てる、かける、そして引くで下の位を下ろす、そしてもう一回小を立てる、かける、引くと、ね、こういう順番にやるというのを
てください。よろしいでしょうか。皆さんはどうぞこの動画を参考に、教科書やドリルの問題に取り組んでみてください。今日も最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さよなら。